はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、アシェットの週刊トヨタ 2000GT を作る、こちらの126号排気バルブの取り付けにということで、このね、排気バルブの取り付けの続きをやっていきましょう。前回ね、排気バルブを1個取り付けたんですけど、今回は3つですね、取り付けていくっていう感じになります。はい。で、このパーツとこのネジのパーツ、これは今回取り置きになります。はい。これ多分あのカムシャフトを押さえるパーツだと思うんですけど、今回はこれ使わないので避けておきます。はい。で、今回使うパーツを全部出してあげて、これをここに取り付けていきます。まあ、やること自体はね、ほぼ一緒。こうカムシャフトを入れたら、スプリングをセットして、リフターを入れて、でネジで固定と。なんか違和感あるな。大丈夫かな。なんかちょっと待ってよ、磁石が全然くっつかない。ドライバーにネジが全然くっついてこない。よいしょ。なんか怪しいな。多分ネジの材質かな。なんか今回のこのパーツ非常にやりにくい。よいしょ。ここね、入れていきます。よいしょ。なんかね、今回のネジ、前回までのはそうでもなかったんですけど、今回のネジはね、全然磁石でくっついてくんないんですよね。ちょっとネジ締めがしにくいけど、まあまあ落ち着いてやればなんとかなるでしょう。なんだろうな、ネジの材質が変わったのかな。ほら、全然くっつかない。非常に作業がしにくい。なんだろうな。はい、これで、排気バルブが3本ですね。3本取り付けできたので、これで今回の126号の作業は終了になります。同じで、次の127号は排気バルブの取り付け3とシリンダーブロックの組み立てってことで、バルブを、排気バルブを残り2つつけて、前までのシリンダーブロック、ピストンとかが入っている腰下の方ですね、そっちと合体するっていうところまでやっていくみたいなので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。